あ、ピアス、あ、ピアスとかも怖いし、なんかね、こう体に何かするっていう動作がめちゃくちゃ怖くて、注射もめちゃくちゃ嫌い。おかげさまで一回献血のところで迷惑かけちゃったし反ワクチンではない反ワクチン、あ、でも反ワクチンではないが、ワクチンも非常に迷惑をかけて毎回倒れてる。行くたびに私ワクチン会場で倒れてる。1回目するじゃん、めちゃくちゃ気分悪くなっちゃって倒れて、作用、副作用とかじゃなくて注射が嫌いでプレッシャーに負けて倒れる一番ダサい。そう、ハマくんなって欲しかったそう、子供なんだよね、マジそれ。え、でもピーマン食べれるよ。あ、やっぱそうでしょ、会場でいたしよ。だから私ワクチン2回目の時もね、先に言ったもん、あ、多分私倒れるのでよろしくお願いしますって多分倒れるので、あのマジで注射無理で本当に申し訳ないんですけど多分倒れますって先に自己申告したら、時々そういう方いらっしゃいますっつって、なんかそういう方はこちらへどうぞっつって、の急にカルテみたいになるんだよね、流れ作業で、ワクチンの流れ、それに米印みたいにつけられて赤でピッて、え、なになに、すごい、なんかでっかく米印つけられたと思ったら、この方よろしくお願いします、特別室に案内してください、はい、わかりました、特別室空いていますか、はい、空いています、特別室大丈夫ですかなんかすごいそれなんかね、トランシーバーみたいので連絡し始めて、え、キュビット どうなっちゃうのって思ったら、なんかよくわかんない部屋に通されてさ、ベッドが置いてあって、時々そういう方いらっしゃるんで、そういう方はここで寝ながら打ってもらいますっつって、寝かされて打った。ビップだった、ビップ、検品ビップだったあー、ワクチン、いやでも先言っといてよかったわ、言ってなかったら多分倒れてたからね。注射とか自分の体の中に異物を混入するのはやっぱ嫌いな人いると思うんだよね、苦手な人、エッチなやつじゃないよ、なんでそんなんだよ思春期か、なんでもエッチなやつにしちゃうんだからねえ、もう困っちゃう。まあそんな感じで特別ルームに私は案内されて、あれ楽しかったけど、私はそのいわゆるこの入れ墨とかさ、いいと思うんだよ別に、一つのファッションとして、ただ私はマジ無理、度胸がないから、ピアスも無理だから、イヤリングとかは好きだけど開けないし絶対に、注射も無理怖いもん、だっていくつになっても怖い、あれは。